えー、立憲農家田純さんは消費税25%を提唱してるそうですが今の日本で消費税25%になった場合さらに生活が苦しくなると思うんですが呂布さんどう思われますかえっと僕長期的には消費税賛成派なんですよね。あのまあ、よく誤解をされて長期的にって必ず言ってるんですけどあの例えばじゃあ,そのあのアメリカとかのじゃあ州とかあのヨーロッパの州とかであヨーロッパとかでもあの20%ぐらいの消費税のところあったりするんですけどなんで消費税高いかっていうと消費税の脱税ってほぼほぼ無理なんですよね。 要は物を買った時に払わなきゃいけないので例えばじゃあ暴力団ですとで,暴力団でお金 1, 万円悪いことでゲットしましまたで消費税0%だったらその1,000万円ってそのまま使われておられるんですけど消費税20%だとその1,000万円ってあの要は何かを買った時点で2割必ず20%とられるので少なくとも20%は税金として取れるわけじゃないですか。 なので例えば所得税をゼロにして消費税がじゃあ50%っていう国があったとしたらヤクザの,せだその要はあのその節税をするとか脱税をするメリットがなくなるんですよ。 いはいくら脱税をしてお金を貯めたとしてもそのお金をまあその持ったまま死ぬんだったら脱税してよかったねって話になるかもしれないですけど、まあ、お金持った以上は使いたいわけじゃないですか。で使うとしたらそこでその消費税としてお金払わなきゃいけないっていうのであればもう悪いことをして脱税とかその節税をするメリットがなくなるんですよね。 で割とその今日本ってその悪いことをして金稼いでる人がいたりとか、まあ、あと外国人の人って所得税払わないで日本で暮らしたりしてるのでなのでその外国人の人からお金を取るだったりとか悪いことをしてからお金を取るっていうのもあったりするので僕は消費税自体は賛成派なんですよ。なのでそのあの所得税とかってじゃあその会社の法人税とかもなんかいろんな経費っていう形で節税したりとかそのあの個人事業主とかの場合もなんかいろんな形で経費にしたりとかじゃあこの住居をなんかあの事務所っていうことにしようみたいないろんな節税ってできちゃうんですけど。 消費税の節税って一般人がやることはほぼ不可能なのでなので消費税を上げるということ自体は僕は構造的には賛成なんですけどただ今日本は不景気なので消費税上げるのは良くないよねとは思ってますはい皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげわじでしたバイバイ